あ、ちょ、まずいまずい。なんだ、なんだ。なんか、へーって声がしたんだけど、あそこいるわ。あいつは、ステルスで、やってしまおうか。勇猛果敢に出て行って。で、向こう向いてるうちに、ここが貴様の墓場ですよ。ちょっと失敗失敗。なんで、まあでもなぜか弱点が出てるんで、うん。OK。相変わらずクリエイティブ。こっちに行きたいんですよね。まあ上か。とりあえず上に行こう。とりあえず上に行って、で、ここね、開けることを目指しましょう。もっと上かな？上という道と、こっちがあって。まずこっち行ってみようか。あれ、行けないや。うん。ここ行けないね。OK。では、上に行こう。敵は今、見えないんですけど。上に行くにはあのリフトを使うしかない。これか。でもこの静けさがちょっと怖いね。これは？発電機の取り扱いについて。リフトや電動ドアは発電機を所定の場所に置くと動作する。発電機がなくなった場合、奥の倉庫のものを使用すること。で、発電機を運ぶにはベルトコンベヤーを使用すること。さっき乗れなかったあれか。OK。で、これが発電機ね。うん、やれ、発電機が丸ごと外されてる。なんでそんなこと？周りの発電機を探さないとリフトが動かせん。うん。持ってきてここに置くんだね。で、その上から落とす。という感じか。ということは、まずは何をすれば。あれか、倉庫の中に入れるようにしなくてはいけないか。で、そこ光ってた。はい。よいしょ。まずこれアルコール。これは？これもあれか、発電機がないと動かないのか。あ、ここね。ここに置くと動く。待って、その上になんかあんだけど。まあ、なんかぐちぐちぐと落としてんだけど、その下になんかいるよね。これ。これなんすか？え？なんでしょうね。うん。まずは周りから行きましょう。あ、ここで、ここで。パーツの入れ替えができる。うん。まあでも特にすることはないか。イリーナの衣装。イリーナ。アレックス。イリーナは、さっきのエフゲニー爺さんの娘ね。ああ、これは。うん、うまい粥湯の日記みたいな、バイオ恒例のジョジョに狂っていく日記。まあイリーナはここで死んでしまったんだね。暗くない？暗くないっすか。バリに帰ろうか。で、エフゲニーの日記によると、救世主がこの島に来たのは2000年って書いてあったんだよね。結構前なんですよ。ダメージ4。いいね。ダメージ4をゲットしていたか。うん。ハンドガンにつけました。2000年にここに来ていたということは、相当昔からアレックスは、まあ、用意周到に準備をしていたということなんですよね。あれ？あ、なんか、ぐじぐじ言ってる。ぐじぐじ言ってるよ。どこ？気のせいか。いないね。ここが、これは？
うん。何も言ってくんねえんだけど、今ので何がどうなったの？これで電気通ったということ？うん。何も言ってくんないけど、今のでベルトコンベアが動くようになったのか。さっきのスイッチはコンベアの電源か。なるほど、そうか、バリューも知らなかったのか。そりゃそうか。ここ開くかな。開くんだ、開くんだ。あの、下から入るのかと思った。開くんだね。ルビーゲット。で、ここにはなんかボス的なもんがいそうな気が、いそうな気がするんですよね。ん？で、多分これが、動かせる。で、足場にできる。ひどい光景だな。せやな。まあ、で、セーブが入りました。この発電機が使えそうだな。うん。あ、これが発電機。うん、これ動かして。まあ、で、ここに置くのか。ほいと。うん。これで、これで、外から拾うことができる。で、帰り道は多分、敵が来るよね。うん。一旦ライフル持ってきたよ。来たね。おっと、これはなんかでっかい人。でっかい人で、弱点は多分この真ん中？真ん中っすよね。うん、とんでもないね。瓶行きましょう。爆発してくれ。爆発せい。とんでもなさそうなんだけど、うん。ちょっとこいつはね、攻撃の範囲が広そうなんで、離れて戦うに限る気がする。いて、ちょっと、やめてくんない？え？一撃？一撃必殺？本当？ちょっとこれは、油断したね。さて、今度はどうしようかな。まあ、ライフルで、ゴリ押していけばいいかな。うん。あれ、見るからに弱点はあの真ん中なんですけど。とんでもないのが出てきた。うん。うん。で、この、うん。あの、縦になってるときは、この、体でガードしてるときは当然攻撃は、できないと思うんで、うん、うまいこと角度をつけて、で、これ、行きましょう。ダメか。まあ、でもこれ、外に出ればいいという説もあるよね。どうだ？うん、ちょ、正面からしんどいか。はい、かわして。で、アサルトライフルの弾がもうないな。どうしようかな。ガードされてますね。いや、うん、今のは通ったね。もううまいことこう、角度をつけて。ナタリアは多分無敵なんで大丈夫。うん。あの、コアにダメージが通ると、ひるむね。ほい、振り返って。うん、見えてる。硬いね、硬い。これはマグナムとか使った方がいいかと思う気もするんだけど、まあでも今後何回も出てくるんで、使いたくないという気持ちもある。お、やったか。逃げたね。
そっか、いたなこんなやつ。全然覚えてなかった、全然覚えてなかった。あて、出れないのか。なるほど、出れなかったんだね。はいはい、あ、これか。上に登るということで、そこに布あったんですけど、もう取んない方向で行きます。邪魔なんで。いるね、どこだ。一旦しゃがんで。どっかいるんですよね今の声で。そこに発電機があるんだけど、やれやれ、リフトのところまで運ぶのは骨が折れるな。せやな、ほんとほんとですよ。これ一旦敵倒さないとダメかな。どこだ。なんかね、音はするんですよね。うん、まあでも敵見えないんで、とりあえずいいか。うん、いないね。置いてしまいましょう。置いた。オッケーかな。ではこの奥に行こうと思うんだけど、敵はどうかな。うん、そこにリフトが来て、まあ入れる。そこいんのか。2体いるね。まずこいつ行きましょう。後ろから。うん、まずこいつ OK。そこにいんだけど、正面にいるやつ。あいつも行けんじゃない？うん、行けた。いいよ。うん、2体とも行けたね。あとは、いないね。よし、OK。ではこれ持って、まずはこの上、なんか取れそうなんで取りましょうね。うん、箱とアサルトライフルはさっき空になったんで補充して、またまた弾か。これはライフル。ありがたい。そんだけ？ここはそんだけかな？まあ、もしか、あれ？ちょっと待って。あそこいるよね？これ。クリエイティブな人がいるんだけど、こいついける？ダメか。撃てないか。なるほど。リフトを動かすと、あいつがやってくんのか。ここに置きましょう。おいと。いいよ。これで、これで2箇所動きますよね。まずこれ。これは？ん？あ、押してないとダメなんだ。あ、なるほど。二箇所か。ここと、こっち。で、二箇所ね。オッケーオッケー。そこにいて！すまない。無理だ。ん？なんで？いてよ。いてもらって、いてもらって、で、これを押すと。一人が、こうやって、この両手でやるのが可愛いね。で、その間に、こうする。あ、いいよ。あ、いたね。でも、この、音は、まずいのでは。こんな大きい音が鳴ると、敵が来そうな気がするけど。で、これ取って、向こうにも、運びましょうね。あ、セーブが入った。で、まずこの上に行きましょう。よいしょ。中に入れるっぽいね。弾取って。うん。あ、敵いんね。どうしよう。まあ、うまいこと言っ
ってステルスができればいいんだけど、いけそう、いけそうな気がする。いけますね。後ろから回って、ここが貴様の墓場。いいよ、一体だけだよね。はい、グリーンハーブ。ここはこんだけ。うん、まあ、特に光ってるもんもないし、もう扉開けましょうね。扉開けて、こんだけってことはないよね、きっと。なんか、あ、瓶がある。空き瓶取って、うん、ここになんか置けるんだね。あ、なんか置けるっていうか、あれだ、さっきのこれか。これ置かないといけないのか。おいと、この上にもなんかあんのかな。まあでもいいか。うん、めんどくさいんでいいです。どんな持ち方してるんですかこれ。やばくない？2本ぐらいの指で支えてる。すんごい指の力。あの幽々白書のトグロみたいな指の力。ほんで、あ、ここか。こっからこういって、で、ここに来たのか。はいはい。で、これを、今度はこの上？ここか。ここに置くと。はい。わーい。なんかね、こういう仕掛けって楽しいよね。うん。なんかワクワクする。にゅーん。で、これが、こういく。なんかね、車がさ、こういう風に登ったりする、おもちゃあるじゃん。ああいうのをね、好きな子供の気持ちは超わかる。うん。で、そこに来たね。はい、落として。こういうおもちゃがね、好きな子供の気持ちは超わかる。で、こうか。よいしょ。すると、うん、これが動くんですよね。で、そこに見るからに、うん、いるんですよ。ここにいるんだよね。ではね、ナタリアで弱点をまず見ておこう。うん、よくわかんないや。顔かな？顔でしょう、きっと。下ろして、で、来るんで、顔じゃないね。足か。左足が弱点。うん。OK。クリエイティブ。では、登ろうか。これかな？乗ってる？乗ってるね。よかった。一旦回復しましょう。はい。くそ、ここで故障か。最悪だ。故障か。うん。どうしよう。こっちか。また道なき道を行きますね。また道なき道を行きますね。大丈夫。ちょっとナタリアが心配で気が気じゃないんで、ナタリアで行きましょう。で、こっちね。いや、しかし雄大な景色。いい景色ですよ。うん。
てセーブが入った。いるね。2人かな。二怪物で右手左足と弱点がついてるんだけど、本当に二人？うん、二人いたね。で、こいつね、意外とアホなんですよね、でも。いや、気づかれたね。あ、ナイスな当たりや。素晴らしい。まずあいつ行った。バレてなくない？あいつにはバレてない。そんなわけないか。で、こいつは右手だっけ？そうだよね。右手が弱点。うん。どんな置き方してんの、お前。極ゲーしか。うん、結構弾使ったな。全然当たんなかった。うん。で、今回は、これを開けんのか。電源ユニット。またか、これ。どこだ？まあ、一旦これ破壊して、ドキュメント？うん。はいはい。実験体廃棄指示書。実験体指示書。ということは、まあ、明確に実験だったということを、分かってる人に指示を出したということですよね。あ、待って、いるよ。あ、ちょっとお前か、お前か。またあんたか。敵こんだけかな。こいつ一体だけだったらいいんだけど、違うんだよね。そうだよね。なんか、二人分の声がした気がした、今。まずドアホー。まずボケをやって、すぐもうほんと風船みたいに死んでいくね。まず一人、グオー君やって。で、こいつ弱点どこだろうな。あ、ナタリア。弱点。うん。足ではないね。まず雑魚を片付けないと。うん、これなんか瓶作っておくべきだったか。あ、弱点出てきた。そっちか、右手。じゃなくて左手。うん。でかい人はね、一撃必殺があるんで、ちょっとね、気をつけたいところなんですよね。よし、あいつ行った。で、一旦ナタリアに、瓶もらおうかな。クラフトしなくてはいけないか。はい、了解です。作って。はい、瓶投げます。どうだ？うん、熱そうにしている。いいよ。熱そうにしていて。うん。ガードが外れたんだけど。今の好機を生かせなかったのはちょっと痛いな。まずい。痛いです。うん。とても痛いです。回復して。うん。で、ハンドガンか。アサルトライフルがもうないんすよね、実は。うん。どうしようかな、瓶もないしな。お、なんか待つぞ。荒ぶってる。距離を取りたいね。この位置はまずいよね。まずいけど、まあいいや、振り返って。どうや？まずい。この位置はまずい。一旦ちょっと走り抜けてこいつの横行こうか。ちょ、怖いんで。うん、キモいんで一旦横抜けて。
抜けさして、うん、横抜けて振り返ってスナイパーライフル、こいつ正面から撃つのはやっぱねあんま得策ではないんでしょうね。うん、こうガードされちゃうんで、あ、よく見たら、よく見たら顔ついてんだね。キモいね。あのなんか木の着ぐるみみたいな感じになってんだ。で、攻撃力えぐいわ。どうだ？どうだ？あ、行ったっぽいぞ。ようやく行ったか。今度こそ死んだ？うん。こう顔がついてるんですよね。あ、見えなかったか。こいつはなかなか強かったな。しんどかったな。ここ。はい。うん。で、これか。すると、うん、巻いたね。OK。ハンドガンの弾が結構余ってるんで、この先はハンドガンでいこうかな、しばらく。うん、OK。先を急ぐぞ。アレックス・ウェスカーを追い詰めてやる。ナタリアにして、あのナタリアセンスでアイテムを探しながら行きましょう。光ってるところをね見つけながら行きたい。まあでも積極的に探すことはやっぱりしないようにしよう。あ、こんなんだったっけ？覚えてないもんだね。次回のリベレーションズ2は、私の姓は誕生の前のためらいだ。とにかくアレックスを追わなければ。ここを行くしかないわけ。あの人はそこにいると思う。この先に全ての元凶が。死ね、ナタリア。クレア、走って走って。実験は成功した。ファイナルエピソード変身。うん、次がファイナルか。いやー、今回は全部低いな。まあしゃあないか。うん、ではファイナルエピソードに進んでいきましょう。